可愛いな。ギュッとの場面、こっちでいいか。こう。古いっすよ、ギュッと。僕は取っちゃおうかな。竹さんから先に行きます。その方が。鶴橋さん、初めてなんですよね、今日。初めてです。緊張してるという噂なので。先に行った、早めに終わった方がいいかもしれない。あ、ツバかな。あ、いや、ヨタキさん、あ、僕はね、やって、その間に、その間に、温めてもらう感じで。5キロマラソンしようと。やばい。でかい。体温まっても喉温まらんよ。高さだけ。もう回ってんすか、これ。大丈夫っすか。吐きそうっすか。吐きそう。引きつってる。大丈夫っすよ。あの、これを聞いて喜ぶファンのために頑張りましょう。もうリアクションが取れないですよ。なんか出てきそう。うん、EN。なんて読むの？エンターテイメントファクトリー。僕プロダクションやってる。すげえ。ちょっと後で写真撮ってください。ぜひ沖縄の皆さん。僕英語読めなかったんですけど今。沖縄だけじゃないですよ。県外からもね。沖縄からジャマイカまで。おお。知らんけど。恥ずかしいやつ。だからよね。だからよねって。恥ずかしいやつ。歌うときずっとあそこでみんなが見てるんだろうなっていうのを思い浮かべながらもじもじするっていう、うん、確か多分あれですよ。しかも指示がヘッドホン越しに来るからそれも新しい多分体験。おーおーおおおお、 SP になった気分というか。やばいだろ。耳に直接、脳に直接話しかけてくるみたいな。インスパイアされますマジでマイク越しに滑ったんですか今。え、今何も食わない。あ、そうですか。音楽しか食わない。あ、うわ、すげえ。うん、テストらしい。それが迷宮でも get fly、 止められないこの心はカオス。 Yeah, my heart is dangerous。 はい、お願いします。すごいスポンジがね、うん、吸音材ですか。で、うん、かっこいい。噛みそうだな。確かに。太陽まぶしがるモーニング、ビーチサイドに君はいない。追い求めるほど空っぽになっていく僕の心。 Oh shit、 いつも探してしまうのさ。それが迷宮でも get fly、 止められないこの心はカオス。 Yeah, my heart is dangerous。 パーリーが内丸ってゲーの eyes、 フレンズが集まり let's get down。 でも気になるのは君の予定、とりあえず SNS を search、 チェックチェックチェック。知りたいよリア、でも萎縮して勇気が出せず、いつもと変わらず過ぎてく日々、夕暮れに後悔の日々。もう一回、早い。判断が早い。早いですね。あれができる男です。判断が早い。すごいアップテンポっす。今のは消して大丈夫ですか？ついていけてないんですけど、声がだんだん出なくなってくるっていう。カラオケです、カラオケです。大丈夫です。カラオケです。ああ。すごい。お腹すいた。お腹すいた。もう多分食べたら全部リバースぐらいのマイク弁償。終わってます。はい、どうしますか。皆さんだったらどうしますか。とりあえずマックいきますか。ね、シェイク飲む。あ、なんかブラックサンタ出てみたいですね。マックフルーリーに出てた。ね、食べそう。まだ食べてないんですよ。沖縄も来てる。友達が行ってました。はい、食べたい。よし、今行った感じだった。うん、息継ぎなしで行った。うん、いいですか。いい感じです。いいですよ。いい感じです。いい感じでしたね、今。
僕が一回撮ってから撮ってから後で完成入れば、あ、OK です。僕の声がいいか、スーパーの声がいいか、スーパーラインを踏み出せないなら伝わらないさ、この気持ちどこへ行ったらいい、抱きしめたいのオールデイ、ずっとそばにいたいから、ベイベーベイベー、届きますように。え、心配か、テツなのか、テツなのかって、Show me your smile、 君の顔に虜にされていて Love sickness、 でも一歩スタートラインを踏み出せないなら伝わらないさ、この気持ちどこへ行ったらいい、頭の中はもう Crazy love。 要は遊び程度でやってたものを、まさかこれでね、はいはい、ラップ歌うと思わなかったけど、初挑戦、うん、カラオケ。でも実際こうやって細かく撮っていったら、ラップのこうなんていうのかな、歌い方とかが、うん、こうニュアンスっていうのかな、なんか難しいね、なかなか。ニュアンス、自分がイメージしてるのとその実際聴いてる声って全然なんか、こっちめっちゃかっこよく聞こえるけどなと思っていってる感じがするけど、聴、うん、いたらあれしょぼっていう、全然的に僕の中ではまあしょぼって感じだけど、うん、まあどうにかかぶせを入れて、うん、ちょっとどうにかごまかそうかな。ごまかすって言っちゃった言っちゃったねどうにかするしかない、うんうん、新たな挑戦。そうだ、うん、これすぐ終わるんじゃない、うん、ほぼほぼ一発でいけそうな、うんうん、でももう一回歌わず、もう一回歌わず、どういうですか。足が震えてる足が震えてる、数回歌った方が多分この、あ、OK です。大丈夫そうでしたか、入ってきてる。あ、一応はい、本撮り、本撮りで、あ、そこ撮るじゃないよ。あ、うん、前半、後半、この最後らへんもうこの最初の出だしだけ気にしすぎて忘れてたみたいな感じの歌い方になってるんで、多分こっちの方がいいですね、うん、こっちでいきます。はい、この後って C メロあるとかやばいっすね。でも思いのほか気持ちよく歌えてる、カラオケいいですか、個室カラオケ。ちょっとそうちょっとさっき言ったリッチなカラオケ、うん、面白いっすちょっとじゃあ来月次の曲、来月2曲目、早っペース早っ、まあまあいいですけど、でも楽しいっすね。次は作詞しましょう。これを作詞、お魚さんのことしか書かないですよいいんじゃないですか、釣りの歌とか入りそうだけど。いやだ、お魚くどく歌、魚バラード、新しい君はどの餌にも食いつかないって書けそう、すでに書けそうじゃないですか、うん、あ、一緒一緒、はい、感じたことだっていいから、君の笑顔の Like is smile、 Daddy と Honey のイメージ、これお似合いな感じ、本当の Best of Friends、 一度のチャンス堂々と勝負、気持ちは準備またいつでもどう、でも目の前に来るとすくむらしい、ほら今日もまた逃げてるし、え、そうこれですか、うん、どっか行ってるんですよ、これが不在なんですよ、本番だったら、戻せ、引っ込むの、戻せどれじゃ願いが叶うなら君といたい。今帰ってきてました帰ってきた、くそしてそこに入ったら帰って一緒に入ってくれないんだよな、このいいが、トイレ借ります。あ、どうぞ。君といたい、これですか、はい、はいが入りましたおー、この気持ちあなたにと同じ願いが叶うなら君といたい。
ね、こっちの方がいいよ。下クレイジーラブはよ、ちょっと違うか、場所違うか、あー、こっちも ちょっと遅いです。君といたい光の、あーですね、いやらしく歌って、いやらしく歌って、レイジラブとかいやらしいでしょいやらしく歌って、ちょこちょこその入る注文、大丈夫大丈夫、ストレス変わる、いやらしく歌うんですよね、いやらしく歌って、全然違うじゃん、笑っただろ笑っただろ、今笑ってないんですよよりストーメイクになるかもしれない。ちょっとトーンが下がっちゃったな。下がりました。2バーのいやらしいのはこうなっちゃった。セクシーを求めた結果、声がちっちゃくなる。ちっちゃくなる。情熱が届かなかったよ。あ、クレジーラブ。待て待て、今どこでハモるか。あ、クレジーラブは多分僕の一番良かったから。でも一歩スタートラインを踏み出せないなずっと笑わないさっき遊びでやってる時、僕これの上をやったんですよ。そろそろ終わりかな。終わり、満足しましたか。カラオケ楽しかった、めっちゃ高級カラオケ店めっちゃ楽しかったやばい、ここまで歌い上げるとは大したもんだありがとうございます。で、って言ってたよ。言っといてって言われた。ちょっと褒めといてって一応。とりあえず褒めといてって。いやー、美味しいマックフルーリ食べれそう。チェク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 。終わった終わりました。俺の中で朝5時までかかるのかなと思ってた。分かったなんかね、まあ、そろそろ言ったけはもうフェードアウトしようかなってちょっと待って、引退しようかなって、なんでこのこと押しようとかちょっと変更していこうかなと思って、急に引退宣言しないでください。ひっちゃんとかね、まあ、やりたいですね。絶対歌わないな、歌わないな、じゃあね、可愛いんだけどな歌ったらゆくゆくは一番有名なサインと紹介されるような活躍をしましょう。この椅子のブランドかっていうぐらいのやつか超筆記体な。自分のサイン忘れたのか今、うん、かっこいい、この上から書きますか。いやいや、なんでこっち重ねるんですか。はい、チーズ。はい。